近中並区下諸覇とは、江戸幕府が天皇及び区下に対する関係を確立するために、定めた制定法。近中とは、御所、皇居のことを表すが、転じて、皇室を指す。近中並び区下中諸法と、近中並区下諸法と、近中方、五条目、略して区下諸覇と,とも。近中並区下諸覇とは、 徳川家康が、昆治院数ンに明示適送させたハットである。豊臣氏滅亡後の慶長を20年7月17日、二条城において、大御所、徳川家康、二大将軍、徳川秀忠、全関白、二条、秋寂の三名の連勝をもって交付された。署名は、二条、秋寂、秀忠、家康の順である。漢文体、全十七条。 発布された時は、区下書ハットであったが17世紀末に五島に、近並波が加えられた。古書を変更したのみで内容の変更はされておらず、その内容は、江戸幕府終焉まで変わらなかった。これは何度も改定が行われた、武家書ハットとは対照的である。このハットの制定に先立ち、幕府は朝廷への干渉を強めていた。その端緒は、 慶長14年に発覚した女官らの三つ事件である。事件後の慶長16年、豊臣政権から徳川幕府への過渡期の朝廷を巧みに再配した御用税天皇が退位し、御水野を天皇が即位した。慶長18年6月16日には、公家州派と直居市の派と大徳寺明神寺等所持入院派とが定められた。さらに、 慶長二十年の区下諸法ットに至って、区下のみならず天皇までを奉願する基本方針を確立した。以後、このハットにより、幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の交部関係を規定することとなった。また、寛永八年十一月十七日には、御水の上皇の主導で、青年区下の風紀の粛清と、 朝廷行事の復興の促進を目的とする和歌区下州ハットが制定された。この制定過程に幕府は間接的な関与しか行わなかったものの、その役割は近中並区下宗ハットを保管して区下の統制を一層進めるものとなった。全文は17条からなる。1条から12条が皇室及び区下が厳守すべき、初期定13条以下が、 僧の簡易についての初期定となっている。原本は万治4年1月15日の御所火災で消失し、その後副本を元にして復元された。また、公家などの写本もいくつも存在するものの、現存する本によって細かい語句などで違いがある。第1条の条文は、鎌倉時代の純徳天皇が記した、夕食古実書、金碑章に書かれている文章の抜粋である。 これについて、橋本正信は、第一条に、これに関白が連署して、区下法としての要件を得ることによって、このハットの実際の制定権力である、江戸幕府への大政委任の法的根拠を与えたと解説する。橋本の分析によると、武家転送の位置づけなど、懲罰関係のあり方を規定し、幕府への大政委任に法的根拠を与えたことは、事実であるが、 直接的に朝廷の統制を目的とした条文は存在していない。そもそもこのハットの対象に含まれるのは、体制委任を受けた正意大将軍の指揮下に置かれて、自身も武家官位の任命対象である武家や総官の任命対象である僧侶など、朝廷と将軍によって任官されたすべての身分が拘束されるものである。さらに、新規に定められたものは、 朝幕関係規定以外は、宮中座継など、むしろ朝廷内部で紛糾していた問題に関連する部分が多い。戦国時代の混乱期に一旦は解体しかけた朝廷及び公家社会の秩序回復に江戸幕府が協力する姿勢を示したものとも言える。これは歴史上で見れば、鎌倉時代に皇位継承で朝廷内が紛糾した際に鎌倉幕府が 両党鉄律原則を提示して、仲裁に当たった事例に近い性質のものである。つまり、禁中並区下諸覇都本来の趣旨としては、区家武家、僧侶が天皇及びその体制委任を受けた、誠意大将軍に仕えるための秩序づくりのための、覇都であった結論づける。これに対して、田中明流は覇都の作成に二条飽きねら、 朝廷側も関与していたことや宮中雑儀などの問題の解決を目指したことについては同意するが、一条健康が示した第一条解釈を引用しながら、朝廷において天皇に求められた学問は、和歌や文学よりも国家知性の学問であるという論理は、金碑賞が書かれた昔から一貫して変わっておらず、その朝廷側の論理を幕府が組み込む形で、 第一条は成立したと考えられ、幕府側の論理である、大政委任の法的根拠と解釈することでできないとしている。江戸幕府による朝廷及び、区下社会の秩序回復については、関ヶ原の戦いの翌月10月に、区下領の六条を行い、翌年には、金利五領をはじめとして、女院、三宅、区下、門関に対する治療の確定を行っている。続いて、 地下官人制度の再編成を行っており、緊中な三区下諸発ともその流れの一環として位置づけられる。また、武家官位との関係で言えば、武家官位の院外官化と区下官位からの分離はすでに慶長11年4月に導入されていた、武家官位推挙の江戸幕府への一本化と合わせ、豊臣思想家を摂関家に、豊臣思所流や豊臣氏所流及び徳川、前田、上杉、 もうおり、浮田の諸子を聖画家として位置づけようとした、豊臣政権における簡易システムの解体と、徳川氏による武家簡易掌握を目指したものであり、その結果徳川氏一門を唯一の武家苦業とする原則が確立された。ありがとうございます。